皆様、新年明けましておめでとうございます。ルミナスタジオバーチャルビデオ屋のてなりこよです。2021年はなかなかハードな年でした。ちょうど1年前、あの頃を思い返すと胸が苦しくなりますね。というのを、昨年2月にうつ病を患い、作品の制作から普段の仕事まで全て重い影響が出た年になりました。未だに不定期にパニック症状が起きて、あらゆる活動が停止する日だってあるほど。さあこさあこ、弱メンタル。斧がうちのメスガキ者も知ってきます。というわけで、今年は引き続きヘルスケアに重点を置きます。より軽いリソースで制作できるように、より気軽にものづくりや配信ができるようにしていくのを目指し、メインコンテンツの LDS2 を再開できるようにすることを最大目標といたします。もちろん再開のための予定も立てたので、今度こそ作り上げていきたいところです。で、これを収録する前に、これ後ろの背景を見ていただければわかるんですけども、Unityのプロジェクト、収録用のUnityのプロジェクトが壊れてしまって、一から作り直しました。そして、さらに台本も文字化けして読めなくなって、まあ、今しがた数分前に一から書き直しました。もうこっから先台本ないです。2022年の始まりからいきなりこんなんで大丈夫なんだろうかね。で、次の、LDS2 の収録の予定は、1月の26日からなんですけども、復帰記念というよりは制作再開記念というか、まあリハビリとして札幌の、奥座敷、まあ皆さんもうすでに、ルミナスダイアリーシリーズをご覧いただいている方ならご存知でしょう。冗談系で、再開していく予定です。どんな話になるかというよりは、そんなに長くなるわけではないんですけども、冬の定山系がどういうものなのかというのを、皆様にね、アロマと一緒に歩いていただければと思います。では本年もルミナスタジオを、引き続きご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。